こんにちは、長くリプラーの花城玲です。今回もですね、リプに関してお話してまいりたいと思います。その前にお知らせなんですが、僕のラインアットの方ではですね、僕はネット初心者から月収30万円を達成して、今も安定的にですね、毎月収入が入ってきているノウハウというのをですね、公開中なので、興味のある方はですね、ぜひ下記の概要欄から、ラインアットに友達追加をして、ぜひ中身をご覧になってください。ということで今日2019年4月15日、現在が16時、20分というところなんですけども、現在のリップの価格としては、36円72銭あたりですね、を推移しているという状況になります。まあそんなに変動がないのかなといった感じなんですけども、まあ今日のタイトルとしては、まあ、リップ動けず、まあ、停滞と、いったところで本当にね、やっぱりこう4日ぐらいですかね、だいたいこの、まあ以前からこう引いてある、36円台ですね、まあ前半あたり、ですかね、から、大体この辺ですね、36円、99銭とかね、37円の手前ぐらいですかね、あたりで、まあ、この、まあ、実態の形でね、まあ、ヒゲはついてますけど、まあ、そうですね、レンジっぽくなって、いるかなといった感じですね。まあ、本当にまあ、下がるに下がれない。って感じですね。下がるに下がれないし、上がるに上がれないっていうね、そういった状況なのかなと、いったところで、まあ、まあ、ビットコインとかね、まあ、少し上がってきたのかなって感じもするので、まあ、その通貨とかね、他の通貨とかに影響されて、ちょっと若干上がってくるっていうことはあるのかなと、いったところなんですけども、まあ、そうですね、どっちに転ぶか、まあ、どうなんでしょうね。まあいろいろと、リップルの、まあ、ロング比率も多いということで、もし、下がった場合は結構ね、危ないかなといった感じですね。まあ、上がっていくんであれば、まあこの辺とかまで、もしね、この辺の38円とか、この辺のあたりを、まあ、越してくれると、まあ上に行きやすいかなといったところはあるんですけど、そうですね。まあそうですね。まあここから動き、どういうふうに上がっていくのか、上がっていかないか、もし、もしくは下がるのかと、この、ね、抵抗ラインが割ってくるのか、または、ここから、ね、上昇して、長期戦なんかも抜けていくのかっていうところですかね。はい。まあ、今のところはちょっと何とも言えない感じですけども、まあ、下がれば結構ね、結構勢いで下がっていく可能性があると。で上がっていくんであれば、またね、この辺りとか抜けてくれると、38円とかね、前半あたりを抜けてくれると、まあ、41円っていうのをまた目指していけるかなと。いったところかなというところですね。はい。まあ、ということでね、今回はこんな感じなんですけども、今日はとてもあったかいですね。もうなんか全国的に晴れてるのかな、すごくあったかいですね。まあ、今日が月曜日ということで、またね、一週間、まあね、しっかり頑張っていきましょうということで、今回の動画にしたいと思います。はい。ということで、今回は以上になるんですけども、僕のラインアットの方ではですね、仮想通貨の投資の情報に加えて、僕が実際にですね、ネット初心者から、月収30万円を達成して、今もですね、メンテナンスだけで毎月安定収入が入ってきているノウハウというのを、公開中です。興味のある方はですね、ぜひ下記の概要欄から、ラインアットに友達追加をして、中身をご覧になってください。はい。ということで、今日もご視聴いただきありがとうございました。それでは。